頼む、誰か電話に出てくれ。今どこにいるか教えてくれよ。あ、ごめん、地下鉄に乗っていたから気づかなかったわ。地下鉄？じゃあ今式場に向かっているんだろ。よかった。なんか慌てている感じだね。当たり前だろ、今何時だと思ってるんだ。それじゃあスタッフさんに開始時間を遅らせるよう伝えてくる。式場にはあとどれくらいで着きそうかな。え？式場？おいおい、今日は俺とマリカの結婚式だろ。本来だったらあと数分で始まるのにマリカが遅刻するから、どうせ寝坊だったんだろ。怒ってないからできるだけ早く来てくれよな。はあ、寝坊じゃないし、勝手に決めつけないでくれる？そうなのか。じゃあ今まで何してたんだよ。今日は結婚式だっていうのに。ちゃんと朝から起きてネズミランドに行く準備してた。え？今日からね、新エリアがオープンなんだって。だからもう行くっきゃないでしょ。待て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 、今日は俺たちの結婚式。 Today marriage OK? No! 結婚式よりネズミランドに行きたいから結婚式はなしで。は？実は前々から結婚式の熱が冷めてきてたんだよね。な、何言ってるんだよ。付き合ってる時は結婚したいってうるさかったじゃないか。なんかプロポーズされたら満足いちゃって、一気に結婚式へのやる気が落ちたんだよね。結婚燃え尽き症候群？もうテンション上がんないし、結婚式は中止。そういうことでネズミランド行ってきます。そんな簡単に中止できないよ。もうお互いの親族友人も来てるんだぞ。なんて説明するんだ。やる気ないから中止しますってよくない？よくないよくない、職場の人も来てるんだぞ。みんな失礼なやったって怒り出すぞ。じゃあみんなでネズミランドに今から行こうよ。夢の国で遊んだら怒りだって忘れるだろうし。そんなわけないだろ。え、そっかな、私ネズミランドでチューク食べたら怒りなんて静まるのに。今度マリカに会った時は頭にチューク刺してやるよ。あー怖い、なら二度と会わないようにしようと。それじゃあバイバイ、みんなにもよろしく言っておいてね。やっほー、やった、久しぶり。マリカ、長い間待たせてごめんね。それじゃ結婚式あげよっか。は？マリカ何言ってるんだ。え、何って、結婚式の話だけど。何年も待たせてごめんね。ようやく結婚へのテンションが上がってきたんだ。だから結婚しよう。とんでもないスロースターターだな。いや、ユウタが建築家として成功するなんて思わなかったよ。こないだ雑誌の特集見たよ。すごくかっこよく写真も写ってたね。なるほどね、雑誌を見て元彼の成功を知ったってわけか。今さら復縁したいなんて都合良すぎるだろ。あの日俺がどんな気持ちだったのかわかるのか。あの日のことは本当にごめん。でもほら、付き合っている時から私の性格知ってるでしょ。熱しやすく冷めやすいっていうか、一度テンションが下がるともうダメなんだよね。そのテンションがよく元に戻ったな。そりゃあの雑誌見たらテンションうなぎ登りでしょ。建築家の自宅紹介コーナーすごかったね。この若さであんな大きな家建てるなんてすごいよ。それはありがとう。あの後がむしゃらに仕事を頑張ったからな。それに特集記事のあの文章がすごく素敵だった。一緒に住みたい人を思って建てました。ゆうたがそんなに私のことを思っていたなんて知らなかったよ。数年越しの愛の告白、超しびれた。おかげでテンションぶち上がり、体験まで突入したかも。どうかそのまま燃え尽きますように。それでお家はどこに建てたの？今から荷物持っていくから住所教えてよ。お前に教えるわけないだろ。荷物持って大好きなネズミランドでも行ってろよ。はあ？あの家は私を持って建てたんでしょ？私と一緒に暮らしたくないの？数年ぶりに会おうよ。会ってやってもいいけど、頭にチロス刺すからな。え？それと、マリカと一緒に暮らすつもりはない。チロスを刺されたら、そのまま帰れ。はあ？チロスはそれに会いに行くんじゃないし、私はユージと復縁するために会うんだよ。誰がお前なんかと復縁するか。もうまだ怒っているの？建築家として成功したのも私のおかげじゃん。私に振られたから成功したんでしょ？ならもう成功したんだから復縁しよ。しません。なんで？せっかく元新婦が戻ってきたんだよ、嬉しくないの？頭にチロスを突き立てたい。俺にあるのはその思いだけだ。じゃあチュロス出してもいいから、だからお願い、私と復縁しよう。そして新しいお家に一緒に住もう。
俺はすでに結婚しているし、住み込み家政婦になりたいのか？結婚している？そんなの聞いてないんだけど、私ユウタと復縁したくて友達みんなに聞いたもん。まだまだ独身なんでしょ？私と復縁しようよ。今日入籍日なんだよね。はあ？そりゃ友達も俺がまだ独身だと思っているよね。だって今日が入籍日だってこと誰も知らないもん。後で SNS で報告するつもりだったし。今日が入籍日？それはもしかしたら私との入籍日なのでは。なわけあるか。マジで治療さすぞ。じゃあ私以外の人と結婚するってこと？それしかないだろうが。マリカなんかよりもずっと素敵な人だよ。じゃあお家は？あの雑誌で言っていた新居は住みたい人を思って建てたんでしょ？ああ、これから一緒に住む彼女のことを考えて建てた家だ。もう先週から新居で暮らし始めているし、毎日楽しいよ。彼女もすごく喜んでくれたし。はあ、私のために建てたと思っていたのに、この詐欺師、騙したな。チュロス刺すぞ。チュロスを脅しの武器にするんじゃない。それに俺は騙してなんかない。勝手に勘違いしたのはマリコだろ。何よその言い方。あんなかかり方したら誰だって勘違いするでしょ。いや、全人類でマリコだけだと思う。ねえ、今日が入籍日ってことはギリギリまだ結婚してないよね。まだ独身だよね。このタイミングで私から連絡が来るなんて運命だと思わない？ねえ、私と復縁しよう。私と結婚した方がいいよ。はい、たった今役所に提出完了です。え、俺は今この時から既婚者です。彼女と幸せな家庭を築きます。待って、まだ間に合う。お願いだから取り下げて。落ち着けよ。一旦ネズミーランドでチュロスでも食べてきたらきっと落ち着くと思うから。もうチュロスはどうでもいいのよ。さっきからチュロスチュロスチュロス食べ過ぎで胸焼けするわ。脳天にも突き刺さってるしね。復縁してくれないならもうそれでいいわ。ここは特別に諦めてあげる。特別も何も諦めるしかないからな。ただし条件があるわ。私のことを住み込みの家政婦さんとして雇いなさい。はあ？家賃滞納してて、今朝お家を追い出されたのよ。だから住むところを提供して。家賃分は家政婦さんとして働いてあげるから。家政婦が必要なほどの大豪邸でもないし不採用で、他を当たってください。待って、お願い。ガチのガチで行くところがないの。その前に何をどうやったら家を追い出されるんだ？ネズミランドの年パス買ったり、毎日遊び歩いてたら貯金なくなって、リボ払いの借金もできてて。わあ、もういっそのこと実家に帰れよ。頼れる親がいるだろう。実家になんて帰れないよ。結婚中止の件で絶縁されているんだもん。ああ、式場のキャンセル代はマリカが支払ったんだもんな。でも結局マリカがあのまま逃亡したから、実際は義両親が肩代わりしたんだっけ。キャンセル料金全額返さないと会ってくれないの。こないだなんてバケツで水をぶちまけられた。まだ相当追い込みのようだな。私の悲惨さが伝わったよね。どう？元彼がこんな状況なのにかわいそうだと思わないの？だからお願い、住むところ貸して。あの素敵な一軒家に住まわせてください。何でもするので。俺も嫌だし、彼女も嫌だろうしな。そうだ、犬小屋は？え、犬小屋？飼ってる犬用に庭に犬小屋も作ったんだ。大型犬用だからそこそこ広いよ。大人一人ぐらい寝れるんじゃないかな。いやー、でもさすがに犬小屋はマリカも嫌だよね。待ってください。この際背に腹は変えられません。犬小屋でもどこでもいいので、どこか雨風しのげるところ。ああ、ごめんごめん、太郎は嫌だってさ。先住の犬が拒否してるから同居は無理だわ。ちくしょう、ぬか喜びさせやがって。私が今どんな思いで犬小屋を OK したと思ってるのよ。だから落ち着けって。ほら、チロス食べるか。日付感覚でチロス出すな。ごめんごめん。そんなのひどいよ。せっかく復縁してあげようと思ったのに。やだって、あっさり他の女の子を選ぶんだね。さすがにもう何年も経ってるし、結婚式をドタキャンするような女を待ち続ける男なんていないだろ。いてよ、ユウタがそんな男であってよ。ほんとどうしよう。行くところもないし、泊まるところもないし。そうだ、じゃあ自分で家を作ったらどうかな。え、この新居を建てた時の端材がまだ残っているんだ。特別にマリカに譲ってあげるよ。これで自分の家を作りな。家ってできるわけないでしょ。チュロスを柱にして端材をくっつけるだけでいいんだよ。立派な家ができるじゃないか。へえ、そうね、立派なお菓子の家ができるわね。きっとアリア虫とシェアハウスよ。完成したら教えてよ。建築家として気になるな。
そもそも作るわけないでしょ。もういいわよ。独身ホームレスでもなればいいんでしょ。ああ、たまにチロスを差し入れしに行ってやるよ。私のことバカにして、当然いい方法とか思ってるんでしょ。せめて差し入れのチロスは品物味でお願いします。マルコは住み込みで夜の仕事を始めたようです。噂によるとイボ払いの借金が数百万も残っていたらしく、当分は稼いでも全て借金返済に消えてしまうのだとか。きっとチロスでも食べながら頑張っていることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。